代表藤枝順心高等学校対緑のユニフォーム大分県代表柳ヶ浦高等学校の試合が行われます。高等学校のキックオフで前半戦が開始されました。Thank you.
ただいまの得点は1-0となり、藤枝順心高校がリードしました。
Thank you.
戦が終了しました。静岡県代表藤枝順心高等学校対大分県代表柳ヶ浦高等学校の試合は1対0で藤枝順心高等学校がリードして前半戦が終了しました。ご来場の皆様にお願いいたします。会場は非常に気温が高くなっております。こまめな水分補給や日陰での休憩を積極的にとっていただき、体調管理には十分気をつけていただくようお願いします。気温や湿度が高い中で手足がしびれる、めまいがする、立ちくらみがある、このような症状は熱中症である可能性があります。そういう時は早めに休憩し水分補給を行ってください。体調が優れない方は本部までお申し出ください。出されましたゴミは分別の上所定のゴミ箱に押していただくか、お持ち帰りいただきますようお願いいたします。皆様に個人情報及び所蔵権の取り扱いについてお知らせいたします。会場内におきまして報道機関などによって撮影された写真が新聞、雑誌、報告書及びホームページなどで公開されることがあります。また全国高体連が承認した公式ウェブサイトインハイ TV によって撮影された映像が中継録画されてインターネットにより配信されることがあります。このほか全国高体連及び県実行委員会が許可した撮影企業などによって出演された写真、ビデオなどが販売されることがあります。ご了承ください。プログラム販売についてご案内申し上げます。現在総合案内所におきまして本大会プログラムを1000円で販売しております。ご観戦の記念にぜひお買い求めください。
Thank you.
それ伝えてから今みんなが十分に元に戻ってきてるから最後は姉が戻ってきてさ、で撤収これあだからここいなくなった人が今からこっちに戻ってくるからそしたら姉も戻れるって言って、もう上の収集よ、こっちはもともと通じてなかったから諦めてからあっち行けって言われてるさ。で、ここの稲が来てる場所は女さんと全く同じ方法だわ。どこ行けって言って後半戦の開始に先立ちまして選手の交代をお知らせします。藤枝順心高校16番窓岩ひなさんに代わり5番渡辺凛さんが入りました。まもなく静岡県代表藤枝順心高等学校対大分県代表柳ヶ浦高等学校の後半戦が開始されます。後半戦が開始されました。
さん、大丈夫？これにより1対1となり同点となりました。ここで
藤枝順心高校13番伊藤日向さんに代わり14番木本心雄さんが入りました。
ただいまの得点は米木ヶ浦高校7番川瀬ゆずさんです。これにより1対2となり米木ヶ浦高校がリードしました。なんかいい した。Thank you.
知らせします。柳ヶ浦高校5番由布歩美さんに代わり16番由布キヨンさんが入りました。選手の交代をお知らせします。柳ヶ浦高校14番中島春奈さんに代わり17番阿部米穂さんが入りました。Thank you.
大分県代表柳ヶ浦高等学校の試合は1対2で柳ヶ浦高等学校が勝ちました。なお勝ちました柳ヶ浦高等学校は7月29日月曜日神社運動公園の会場で行われます。2回戦に進出します。全ての試合が終了いたしました。最後までご観戦いただき誠にありがとうございました。なお、お帰りの際には許されましたものはご存知で書店のゴミ箱に押していただくかお持ち帰りいただきますようお願いいたします。はい、挨拶来いよ。